今日はなんとお豆腐を作るんですが、昨日の晩から漬けておいた大豆、大豆です。大豆です。Since last night, I have been soaking 300 grams of dried soybeans in 1 liter of water. This water and beans are put together in a blender. First, we're gonna make soy milk from this. You ready? Yeah. Oh, すごい。真っ白な液体になった。And then add this white liquid to 600 ml of boiling water and bring it to a boil again. これ昔の人はきっとこうやって薄でね、ひいたはてるね、水と一緒に。うおー！これもこの中に入れると。お、お、ちょっと待って、なんかすごい溢れそうだ。お、ちょっと待って。ちょっと待って。おもりだよ。ちょっとおもりでしょ。ちょっと待って、ちょっと待って。大盛りになっちゃった。おお、どうしよう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 。ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、ママ今。食べないでください。食べないでください。いい匂いする。豆乳の、なんかフレッシュな豆乳の匂いがするわ。入れ替えました。これを一回沸騰させて、大雨の箱に入れます。沸騰したら一度火を消して、重り、また重りになっちゃった。こうやって沸騰してきたら一度火を消して、ママ焼けてきたよ。焼けてきたね。 Then turn the heat down to low and simmer it for 8 minutes。 この液体をさらしで作った袋の中に入れて絞るんだって。で、その絞ったものが豆乳だそうです。いい感じだな。いい感じだよね。豆腐作るんだ。そう、お豆腐作るのよ。これを絞ると今豆腐の何、あ、初めて作ってる豆乳。取ってくれるの？熱っ。ああ、これは素手でやるもんじゃないな。なんかゴム手袋的な。あー、すごーい。すごいよこれ、おから。すごいねこれね。これおからって言うんです。このおから自体も人参とかこんにゃくとかお揚げさんとかで一緒に炊くとすごく美味しい栄養満点のご飯のおかずです。結構日本ではポピュラーです。おから自体も売ってるスーパーで。こうやって自分でおからを作ったのは初めて。嬉しいわ。でもう一回お鍋に入れるんだって。豆乳をお鍋で温めて80度ぐらいにします。ちょっとこれ飲んでみよう。それで飲みたいの？え、めっちゃ美味しい。すごい、めっちゃ美味しい。なんか甘い。十分甘い。苦くないよ。甘いよ。甘いやん。美味しい。すごい美味しい。美味しいでしょ。苦くないよ。すごい美味しい。で、今豆乳を温めていて、80度になったらこのボウルに移し替えてにがりを混ぜて。なった。にがり、にがりってなんて言うんだろう。海洋深層水から食塩を取った後の残りの液がにがりらしい。にがりを入れて、しゅうちゃんが待って、ゆるーく混ぜて完成だって。あんまり混ぜると硬くなるって。で、その間に型の用意しとこうか。豆腐箱っていうのがあって、豆腐専用の型。
モールドでね、それをアマゾンで売ってたんで買いました。ヒノキの木でできてて、すごいいい匂い。いい匂いする？美味しくない。なやそれ。 This is a tough box, a special wooden mold for making tofu. The bottom and lid are removable and the closet is laid inside. この、うん、固まるかな。あ、なんか固まってるよ。なんか牛乳にさ、お酢とかレモン入れた時みたいな感じになってきてる。見てす、もろもろなってきてる。15分って長いよね。ちょっと休憩しない？お豆腐できた。あ、そうだ、あのさ、鰹節があるのよ。鰹節を削ってみようよ。ちょうどいただき物で鰹節があるの。あった、これ。この15分の間にやってみようか。これで魚だ。これかわいい。これどこで買ってきたの？これアマゾンで買ったの。ママ一人で？ママ一人でアマゾン行った。ママ一人で、あの、お電話で買ったの。え？うわぁ、見せて。わ、すごいね。はい。あれ？なんかこんなんだけどいいのかな？ちょっと想像と違うんだけど。ちょっとこんなんだけど、なんか色の想像が違ったけどいいのかな？かわいいな。ちょっと食べてみる。あ、でも綺麗になってきた。食べてみる。で、かつお節の色になってきたよ。食べてみる。だいぶなんかもろもろ固まってきてます。うん、すごい固まってきてるね。固まるのかな、しっかりと冷えたら。これ本当に固まるかな。なんかすごい心配。さあ、お豆腐作るの大変なのにさ、安いとこだったらスーパーで40円ぐらいで売ってるからね。まあ原価は安いんやろうけど、手間がかかるね、お豆腐ってね。わかりますか？わかりますか？いいですか？お仕事してる人。こんにちは。なに？置いといて置いといて。で、この上にあのクジラさん乗せようか。さあ、これで重石を置いて15分しっかりしたお豆腐になってるらしいです。それで大体今15分くらい経ったよ。はい、まあ、この型を取って水にさらすんだって。はい、このにがりが苦いから。はい、水にさらすことで苦みが抜けるらしい。 OK。で、開けていいよ。なんかもうちょっと固めた方が良さそうな気がしない？あ、ちょっと柔らかすぎるかも。もうちょっとやろうか。美味しそう。もう一回こう、小麦置いとこう。もう一回肩に入れよう。
礼いたしました。失礼しました。あー、びっくりした。さて、もういい？もう30分以上置いたからね。これで固まらなかったら固まらないってこと。開けていいよ。だいぶ固まった。あ、うん、まあすごい柔らかいお豆腐ぐらいになった。こうしていい感じ、いい感じ。すごいお豆腐できたよ。初めてのお豆腐。優しく。あ、ちょっと、これでお水にさらして苦味を抜いて食べます。遠かったね、ここまでね。時間かかったね。お手で触らないようにね、待っててね。美味しいとこのお豆腐みたいな感じの、すごい美味しそう。いける？美味しい？ママこれ食べて。このお豆腐一丁作るのにすごい大変な作業があるのね。せーの、いただきます。食べてみようか。食べてみよう。どう？美味しい。どんな味？甘い。甘い？ちょっと食べてみよう。え、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいね。すごい、なんか京都にいるみたい。なんかもうすごいお豆の香りがすごい美味しい。美味しいね。うん、美味しい。いや、すごい、なんか甘みが。え、何言ってんの。ちょっとお塩かけてみようか。ちょっとしょうちゃん食べてて。なんかお豆腐の味もお醤油の味も引き立つよね。こっちもかけてほしい。いいよ。すごい美味しいやん。本当に口に入れた途端に中で溶けるの、ふわって。毎日ね、これからお豆腐ほな作るかって言ったら多分もう作らへんけど。でもなんか子供と一緒に作ったりとか、やっぱりさ、スーパーでしかお豆腐見たことなかったら、すーちゃんとかも大豆からできてるっていうのをね、多分知らないまんま育っちゃうとか言ったから、今回はこれ何でできてた？これ何だった？もともと豆腐って何で作ったっけ？スプーンで。スプーンで作ったか。マメさんだったじゃん。お豆腐って、知らないよ。知らない。マシャおはよう。言わやったやん。お豆さんがお豆腐。マシャおはよう。ママおはよう。おいしい。マシャおはよう。おいしい。マシャおはよう。